この家は変わった次の食べ方をする。うん、下着が下着はお風呂に入って出てきちゃったらもう出てきちゃう。そう、入ってる間にそこは空いてる間に、長いじゃん髪の毛とか入れ始めたら洗面台は1個しかないから、いろいろ工夫しながら隙を見てやるやってます。高くない？イプサって。イプサも高いよね。イプサより高いってこと？高いっす。うちはこうやってみんなでケース持ってるね。ケース持ってる。そう、みんなごちゃごちゃしちゃうからね。みんなここに置き始めたらキリないから。そうそうそう。今日は大日本人の彩香がターンなので、出ます。はい、おやすみなさい。おかえり。ただいまただいま。ただいまの時刻10時。10時のナイトルーティン。カレーも食べて、カフェを食べて、またさらにラーメン。これが使い切れないね。これが使い切れないね。あーってすればわかると思う。何を食べた？やばい。なんか同じ服だね、今思ったけど。確かに色違いの同じ服だ。絵的に面白いかなと思ってこれ選んだね。面白いね。うん、これパンツ着まで色しますよね。全然なんかシワとかならないし、すぐ乾くし、そうだったね。シワにならない。先が先だけがお風呂入るんだよ。夜風呂派ね。今度はしたからね。人数が多いからね。お風呂一個しかないから、なんかベッドに入るまでに全部汚れ落としてたんだよね。寝癖がつかなければの話なんだけど、だからそれは諦めてる。質は髪の質は、これ1日以上経ってるから終わってるもん。朝起きたらなんてもうとんでもない感じになっちゃうのに、髪が。あー、何撮ってんの？いつの間に撮ったの？何と。この家は変わった次の食べ方をするように。そう、普通はだって追い出し機能あるからさ、追い出しでやるじゃん。でもハインガーですね。ウルトラハインガーです。そうそうそう。あなるからシャワーヘッドからお風呂のお湯を感じる。あ、なるほどね。泡のそうそうそう、お風呂につけるから。うん、なんかでもここに取り付けるバーとかあるよね。うん、これ欲しいな。すごい高いんじゃない？すごい高いんだよ。マジで。よし。いつもお湯溜めて入ってんの？いや、エマ用に。エマもいいの？じゃエマは私洗ってる間湯船に入ってもらってるから。うん、うん、だって待てないじゃん。うん、一人で入れるとさ、どうしてる。うん、ぬくぬくと温まってもらった方が寝つきがいいかなって。うん、バラコンとかも。うん、大体入ってる間に。うん、下着が下着はお風呂に入って出てきちゃったらもう全然なくなっちゃう。そう、入ってる間に そこは空いてる間に、だから長いじゃん髪の毛とかやり始めたら、しばらく終われば1個しかないから、いろいろ工夫しながら隙を見てやるやってます。うん、空いてる時にね、空いてる時に使う。
これも朝派だよね、起きたら。そうだね、朝派。ただ今、髪の毛ワックスついててベタベタしてるから、うん、これ落としてから寝るから、これで、うん、俺はこれから入る、はい、エマと一緒に入ろうかな。それ何？多分これ私しか使ってないのかな。うん。アイメイク、うん、とかリップとか部分用クレンジング。私はラメラメ使うのが大好きだからこれじゃないと落ちない。この種類ムラがあった。これみんな使ってるでしょ。みんな使ってる。なんかでも、やかちゃん買ってきてくれたやつ、これも見せて、うん、よかった。何それ、なんだっけ、アテニアってとこのやつか。アテニア有名だから知ってはいたけど、初めて使ってる。入ってるし、こっちにもあるし、2個あるの、1個ある、いっぱい入ってる。ヘアケアとか、ヘアケア系とか、うん、化粧水とかも入ってるし、うん、肌を鳴らさないためにいろんなものを使う。何鳴らさないって何？なんか慣れてきたら良さ分かんなくなる。あ、私はなるほどね。ヘアケアも一緒、慣れてきたらなんか良さが全然分かんない。なんかあれっぽいね、人間関係でもあるよね、そういうの。慣れてくるとさ、慣れてくる、ありがたみ分からなくなるってくるじゃん。それだ、それそれでしょ。ありがたみが分からなくなる、うん。そのために一回その環境から離れると、そのありがたみが分かるからってことでしょ。そう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 、うん、そう、首までやってんだ。なんかよくパックとかも最後余ったら首とかまでつけちゃう。あ、それは分かる。体とかに全部塗りたくり、そう塗りたくるの、うん、もったいないもんね。もったいないから、ね、いつもだったらさ、ここにイプサがさ、あ、そっか、イプサ今日ないか。これ誰の？切れた、切れた、使い切って今ないから、うん、安くていいのないのかな、そのイプサみたいな万能的な。どんな花にも合うよ、ね、ちょっと高いよね。うん、高いじゃん。ああいう感じのオール万能型のさ、
あれ今日バンド型じゃん。うちらの家族全員使えるんじゃないかな。誰も使えるよね、うん、合うじゃん。万能型で安いのってない？なんだろう、うん、ちょっと高いからな。ここなら全てをここで終わらせたいけど、もう混みますんで、もう一つのそのケース見せて、黒の第二弾の方。こっち？そう。こっちはヘアケアのアイテム。これは肌用？肌ばっかり。すげえな、こんなやんの。いっぱいいろいろあるよ。何気に入ってるの？何気に入ってる？うん、気に入ってるの。でもなんか。基本的によく使うの、うちに。こっちはなんか二軍的な感じ。あ、二軍じゃないけど、なんか、うん、たまに違うのをチョイスして使ってる、うん、この中だと気に入ってるの。気に入ってる。いや、やっぱイプサ使いやすいけど、一番、うん、化粧水なら、ね、金があるなら高いのを毎日使い続けてこのあたり。何それ？これは資生堂のやつ。資生堂？高いの？高いね。こっちの方がもっと高くなるよね。イプサって何？うん、高くない？イプサって。イプサも高いよね。イプサより高いってこと？高いっすね。こっちはこうやってみんなそれぞれケース持ってるね。ケース持ってる。そう、みんなごちゃごちゃしちゃうから。ね、みんなここに置き始めたらキリないから。そう、 そうそうそう。住所をね、おうち、おうちね。みんなのおうち、個人のおうち、個人のおうちがある。で、ここに住所あって、おうちと住所ですね。これ、それぞれの。それぞれの。ね。で、パックつけたり、乳液塗ったり。この後やんの、まだ。する、まだまだ。何分かかるのさ。何分？スキンケアで。え、わかんない。何分？うん。なんかさ、美容液をつけてさ、うん、ちょっとその後ちょっと時間置いたらいいやつかあるよね。なんだかんださ、ちゃんとやるとさ、時間かかるよね。時間かかるんだよ。スキンケア始めてからさ、さあ寝るまで多分1時間。ここにパック入ってるの？ここにもあるしね。ストック。あ、これダーマなんちゃらってやつじゃないの？俺知ってる。知ってる？うん、これ使ったことある。なんか LDT1 のやつだこと。で、こっからしばらく放置する。どれくらい焼くの？何分？よくなんかさ、もうポケっとしてたら普通に20分ぐらい焼いちゃうけど、うん、15分ぐらいで取りたい。よくタイマーかけてる。私ぼーっとしてたから気づいたら時間が過ぎてる。で、今度はあや、あいてよ。そう、今度はあやかのターンです。あやかのターン。あやかもその家は何個あるの？スキンケアは1個。スキンケアの家は。スキンケアの家。スキンケアハウス1個。これはなんかもう普通の、これもスキンケア。スキンケア。これはしょっちゅう使うものが入ってる。倉庫みたいな感じ。そう。私はこちらのデニアのクレンジングオイルでメイクを落とします。いつもどれ使ってんの？こちらです、うん、うちあれもなんか結構いいっつって。これとても良いです、うん、安いのになんか安いのにとても優秀です、うん、落ちがすごく早いです、うん、そして乾燥もしません。みんなこれを使ったらいいと思います。そう、はい、くすみまで落としてくれる。本当に一番優秀なんじゃないかと思ってる、うん、最近は使い出したばっかりですけど。なんだ、そっちでいいんじゃない？1個目なんだけど安いし、そっちの方がいいんじゃない？そうだよ、うん、だから多分これはリピートする、うん、今だと週上村だよね、うん、これでしょ。あ、そうそうそう、それこれだって高いやつだ、うん、週上村のアルティム8。そ
それなんかデザイン見たことないんだけど、新作なの？いや、なんか多分期間限定のデザインみたいなやつ。なんか何色なの？オレンジ色のやつ。オレンジ、まあ、一番人気あるやつか。そうよくなんかショーとか撮ってるような。高いな、それな。これ高いね、うん、別にいいとは思うんだけど、うん、でも全然本当にこっちの2000円とかで買える、うん、そうなんだ、こっちで全然いいと思うんです。これも上村好きだね、あれ。オレンジ？うん、化粧しないけど、まあ、でも日焼け止めとか、そう、日焼け止め塗るから、うん、ここは大体みんな共有するところだよね。そうだね、うん、みんな使うものはこっちに置いて、コンタクトなので、うん、個人で使うものはあえてさっきの黒いハウスにさ入れて、それぞれのね、コンタクトすらあんまりつけてないけど、今日は出かけたから、ね、カラコン入れてたの。カットしてる、うん、でカラコン何使ったやつ、それなんだっけ、ユーコスデザイン、ユーコス通販のやつ。そうだね、カラコンは大体通販で買うことが多かった、うん、水で洗っていいのそれ、いいんでしょ。水で洗う人初めて見たんだけど、もうそれこすり洗いいらないタイプのさ、あの洗浄機で、それ、うん、それが売りなのよ。こすり洗いいらずでつけとくだけのやつが、水で洗いする人いないわそれ。そうなの、痛むぞ、ね、うん、こすり洗いしないタイプのそれ洗浄機なのにさ、マジか、うん、こう痛むからやめた方がいいんじゃない？なんかこすり洗いしないとなんか本当に取れてるか心配だな。うん、OK、取れる。うん。確かにこの洗浄液すごい目に入ったら超痛いもんね。そうそう。強力なやつだよ。うん、強力。使ったら戻れないよね、それ使ったら。まあ、確かに。ちょっと高いんだけど。いいよ。うん。36歳、37歳か、40歳、37のさ、スピなんて誰が見たいよ。40歳のおばあさん、スキンクリアのレンジングオイルはケチラジオにいっぱい使った方がいいと思う、うん、そうなの、はい、すげえケチるけど俺。ケチっちゃダメだよ。水で伸ばしてね。ケチって使う。ダメだ。そうなの。ケチっちゃダメなんだ。せっかく隠してたのに、すべてこれ探すの嫌なんだけど。後でアップする。やめて。ズームでアップ。やめて待って。毛穴までつ。もう20代ならいいと思うさ、ダメだよ、もうすぐ40とかになる。肌をズームしたら本当に、うん、なんか美容は好きなんだけど、でもこの毎日のこのスキンケアっていうのはめんどくさい、うん、一番いいのは、うん、オールインワンジェルでオールアラスっていう、うん、確かに。でもね、あれだけじゃどうしても無理なんだ。本当はさ、リハのさ、シャワーヘッドでさ、すすぎたいんだけどね。なんで、すがないの？なんかもう全然上がらないといけないじゃん。あ、ここは行かないといけないじゃん。あれやるなら、うん、全部濡れちゃうじゃん。あ、確かに。服とかシャワー使うとなる。やっぱリファのシャワーヘッドいいの。いいね。ちょっとあれが好きだ。あれ使うとなんか戻れなくなるよな、普通の。そうだね。普通の一般的なシャワーヘッドに、ね、うん、
何を、何取り出したの？タオル、ペーティングの後に使う。フェイスタオル。ペーパータオル。あ、ペーパータオル、顔用の。そう。あ、ここにあったんだ。え、知らなかった。使わないからさ。あ、ここに。あ、こうあんだ。そうです。いいな。薄着が一番大事なんで。何だって？薄着が一番大事だよ。あ、そうなの。なんで？薄着のコシがあると、うん、薄着とかになりやすい。そうなの。これでも買ってくらい。それは熱々のお湯で？うん、ダメ。熱々のお湯ダメなの？水かぶれない。うん、だよな。でも、熱々のお湯でやるってね。うん。そうだね。洗顔した後、うん、水が絶対通るっていう。うん、わかる。これどうにかなんないかね。ジョーラでやる。俺みたいに。赤身のやつでやる。うん、そう、ジョーラになってね。ジョーラっていうの？ジョーラ。アンラみたいな。アンラ？そう。上半身裸、うん、それが一番、うん、絶対なんか伝ってくるじゃん、うん、肘の方まで、ね、使ったタオルで、うん、この周りを全て拭き、うん、絶対ここに垂れてるからここだって、うん、つらいかつらいか。ティッシュだと何枚も使わないと大丈夫。うん、これだって1枚ですよね。俺はタオルで拭いちゃうね。タオルはダメなの？そのタオルで拭いて、そのタオルで床とか拭いて。金がもったいない。ケチってるからね。うん、環境には良くないかもしれない。ケチってる。最初に使うのは豆乳美容液です。豆乳美容液、何それ？無印のやつ。それそうだよ。もしかして、あ、見たことあるな。それなんかその後の美容液とかいろいろ化粧水とかの浸透をよくしてくれる、うん、らしいね、うん、どうかわかんないけど、それを信じてんの？信じてる、うん、信じてる。信じてるのね、はい、信じる自分。その後に第一化粧水、イプサじゃないか。ほぼイプサ。ほぼイプサの、うん、資生堂が作ってるってほぼイプサです、うん、中身内容はね。でもイプサより全然安い、2000円ぐらいで買えます、うん、今イプサ品切れ中だから、ね、そう、品切れ。私の二分の化粧水ここに置いといて。あそこにいたの。戦いもないから、あなた何も使えないでしょ。うん、そう。化粧水なし。ない。全然化粧水を置いてる。うん。結構な量の、なんか、スキンケアを寝る前までに使ってる気がする。ここだけで今3個使おうとしてる。そうなの、すげえな。でもまだ、うん、1個でいいやん。ダメだ。なんで？いろんな役割がある。そう、1個にしろよ。ダメだ。一夫多妻やお前、もしかして。そうね、一夫多妻だなお前な、うん、たくさんいるの、うん。第一化粧水が終わったら、うん、次は、うん、
それも化粧水？そうだ。一個でいいや。ダメなんだ。これはね、角質ケアをするために使っている化粧水なんです。うん。それでちょっと3分、4分ぐらいパックし、パックして、角質ケアをしないといけない。このコットンはいいよね。コットン。コットン、このコットン使いやすい。そうなんだ。コットンパックをしていく。質問気がします。とりあえずもう洗面所じゃなくてもいいか。洗面所は長くいるからなので、残りのスキンケアはリビングでやります。あやかもそっちの冷蔵庫に入ってるのね。はい。あ、ここ。この何だろう、なんか謎の数字が70になるのかさ、0.3 度も書いてあるけど。何かが 77% 入ってる。おもろい名前な。何かが 77% 入っているらしい。詳細はよく。でもとてもまだパックしてない。剥がした。よいしょ。もう3分経てる絶対。順番あるのさ、使う順番あるのさ、使う順番。結構時間かかる。まあ俺そんなに美容好きじゃないからさ、よくなんか大変そうだなって思うんだよね。こういうの見ると。こんなんやんない方が多分、うん。美容の一端さえ見るとさ、大変そうだなって思う。やっぱそういう気持ちでみんな見てるのかな、俺のこと。大変そうだなみたいな。そうじゃん。俺はさ、女好きだからさ、うん、別に大変だって思わないけど、うん、そういう気持ち。なんだよ、そんな奥さんいっぱいいたら超大変じゃんって多分思う。うん、そうそうそう、なんか。俺も気持ち分かった気がする。あの、そんなに大変、そう、みんなの見てる俺のこと見てる気持ち大変そうだなみたいな。俺は全然大変じゃないけどみたいな。好きじゃないとできないんだろうね。好きじゃないと多分こういうことはしない。じゃあ皆さんも僕の気持ち分かったかな。好きだからたくさんいるっていう。そう、できるし、じゃないんだよ、たくさんいる、揃えてるっていう気持ち。逆の発想で
何何何それ大夫でしょ。何それ大夫ってやべえな。もうだだだダイナー夫人までいいのこれ。小数は2種類バースに使った。シンプルですぎる。あんまり使わないよね。シンプルシンプル、うん、ここら辺とか結構気になる。例えば化粧水、ここからが美容液、クリーム、エチノール、うん、これはまつげのもね。あ、俺があげたやつだよね、確か。まあ、追求、頑張っていきます。伸びたでしょ、結構。伸びたと思う。ちょっと見せて、まつげて。ボサボサしてる。そう、松葉がもう1ヶ月経ったから、うん、あちこち、あちこち、あちこちって言うから、かけ直さないといけないです。うん、時はやるんだけど、本当になんかもうさ疲れた、今日も本当早く寝た、そんなことできないっていう時はもう超省略さ、うん、美容液は一緒に行ってさ、4ステップか3ステップか4ステップぐらいに省略してくれる。今ちゃん上がったかな、ゆうたのナイトルーティーンとは。雪ちび溶液を塗る。雪ちび溶液を塗る。え、1万円するってことでしょ。そう、1万円ぐらいするよね。高いよね。アスタリフトでしょ。私は全てプチプラで揃えています。これは品質良くて少ないもので揃えた。できる限り少ないもので品質いいもので、あれもこれもこれもこれもちょっとパーテンヒップ一再生みたいな。女はたくさん抱えるくせに、うん、スキンケアに関しては少ない。そうあれもこれも扱わない。好きじゃないから。まあね、時短で済むなら押したことはないよね。でもそれだけじゃ私は不安でしょうがないわ、うん、これと化粧水だけ、ま、大変だから
まああなた脂性肌だからさ、クリームとかいらないもんね、うん、そう、クリーム塗ると逆に皮脂が大変なことになっちゃうわけでしょ、うん、寝てる間に。そういいな私は乾燥肌といろいろ混じって混合肌だから割としっかり保湿もしないとカピカピになるので。そちらは何ですか、リュウタ様。エピデュオゲル。エピデュオゲル、うん、医薬品ですね。皮膚科でもらってニキビを予防、予防って最近あんまニキビできてないよね、うん、できないよ最近、うん、エピデュオのおかげなのかな。そう、それ一回使ったけどさ、肌ガッサガサになった。やばいよ、それ慣れないとやばいね。そう、慣れないと。それを峠を越えて頑張って使い続けた結果、そうニキビ予防になる。そう、登山ってちょっと感動です。辛いけど残る。いや本当にガッサガサになって、本当にこの肌どうしたって思うぐらいやばかった。そこでもう心がくじけてしまった、うん、使ってみようかな、エピデュオ。久しぶりにニキビできるから。毎日、うん、痛くても我慢してね。いや痛くはないんだよ別に、ただその塗ったところがガッサガサになるの。スケーデがビリビリしてニキビある、ニキビの顔で。うーん、今日塗ろうかなそれその後いっぱいクリーム塗って保湿したらガサガサにならずに済むかしら。だってニキビマジ治んないんだもん。香水つけないと。なぜですか、なぜ香水をつけるですか。待ってね、してくれる夜のイベントがあるんですね。この耳の裏につけて、カレー臭で、カレー臭を抑えてるトム・フォードの匂いで抑えてる。こんな感じかな、ほら終了、うん、オッケー。おやすみ。じゃあおやすみ。また明日ね。また明日ね。はい、今日は第二夫人の彩香のターンなので、出ます。はい。おやすみなさい。Thank you.